だもん。おいば。ということで、もう本当に、ああ、どうも。いや、しかし今年の大道具休みは散々でしたね。うん、まあ、大休みとか今年の夏全般ですけど、豪雨か猛暑かみたいな感じでね、本当に撮影日和な感じはね、天気が一日もないですよね。なるべくヘアドリル企画をその時に紹介したかったんですけど、意外とね、今回ね、8月に1日5本投稿っていうね、やつをやってた兼ね合いで、もう編集でいっぱいいっぱいでしたね。編集と、まあ、撮影もね、ヘアドリルって言っても、山田もショーツのね、撮影で、もう、ほぼ終わっちゃいましたね。いやー。そしてやっていただけるのってなんかこれですからね。逆に言うと、雨が降ってる間に、それぞれと通年ってね、雨が止んだ時にね、ちょっと出かけられるからね、ちょうどいいですからね。そう、今回車移動なんで、荷物もね、詰めれてるんで、着替えとかもね、ちょっと多めには超えてるんで。長丁場になっても大丈夫ですかね。はい。一応、今水曜日になったのか、だから水木金土4日はいけるな、3日間で終わらせようと思ってますけど、まあ痛くなったら4日、うん、4日半ぐらいまで来ましたね。はい、あ、すごい雨で本当、うわ、だこれ、まあ、山あい近づいてきた、ほんとやばいね、これ。うわー、4日しか日じゃねえじゃん、これ。カメラ越しとか、ホーカーさんってまだ見やすい気がする。陸がやばいわ、これ。マジで、この雨の中、よう暑くね。一体不思議だよ、この国道の水のもろいかぶっちゃいますからね。大丈夫かね。何これ、もう3なんかランドクルーザーの CM みたいなの、あれも本当に湖になってるじゃん、びっくりじゃん、やべ。これは本当に大人の人に、ポカンで行こう。うん。もうほんと安全第一だわ。こんだけ降っちゃうと。うわ。えぐいね。えぐいね、これ。やばいね。今、久しぶりに本当に視界感じてるんだったもんな。これはやばいわ。ダメだ。
これは本当60キロでもやばい世界だね。これは。今、重なったあたりかな。いやー、もう暗いって、まあ、もっと暗くて、何今のお水切り。すごいね、もう台風の、本丸は、もう、とっくに、神戸上陸、夕方ぐらいに上陸したっていうことなんで、もうその先行ってるはずですからね。まあでも、なかなか風も飛んでないですね。うん。確かに。風がないので、本当雨で、雨だけでこんだけ足元取られるのは久しぶりの感覚です。やべえわ。いえうわそう、だからもう、鉄道ももう完全に麻痺しちゃってましたからね。まあ、それまで完全に、今度、撮影は。それから、朝からの撮影はね。まあ、どっちにしても結構な額になっちゃいましたね。その、青春18切符を使わないってなると、うん。青春18切符だとでも、あの、中本元山行くだけでしか終わっちゃいますからね。こんだけ強いと、きついね。すごい雨だわ。だから米白ことは大丈夫かな。通れるかな。ちょっと不安になるレベルだよね、これ。あれ、通行止め情報出てるね。ダメか。これでないかな。どこが通行止めになってたな。通過道通りが通行止め。ああ、コミッキーの方ってね、やっぱあっちはダメだ。席はね。まあ、それはちょっと想定の範囲内です。この雨ですからね、大きなこともじゃないけど、うん、無理でしょうね。行けるよって言われても、さすがに怖すぎますもんね。うん、多分土砂崩れとか起こっちゃってるんじゃないかな、本当に。25頭は生きていると信じたい。まあ、もしくはあの、こんだけやばいんで、新名神が制限速度区切れでもあの開通していたらそっちの方から行きます。あの、名阪国道 の, あの奈良県側の方が、ちょっと本当に怖い。あの、アンドレスに行く。夜中に走るのが単純にめちゃくちゃ怖いですからね、あそこ。特にね。